広島市豪雨災害から9年。広島市安佐南区の梅林小学校で犠牲者を追悼する献花式がありました。あの日、集中豪雨によって山から大量の土砂が流れ出し、多くの民家が押し流されました。4000以上の世帯が被災し、77人もの命が奪われました。雨降って土砂災害になるというその結びつきは頭の中になかった。だからもう基本的にそういう経験がないから想像を絶する、そういった光景を見たときは唖然としましたね。復興は進んでいるのでしょうか。私たちは現地、広島市安佐南区を訪れ、その変化を取材しました。土砂災害が起きた場所は広島市北部の山々に囲まれています。私たちは当時災害が起きた場所に向かいました。土砂災害で一番多くの犠牲者が出た場所には石碑が建てられています。石碑のそばには大きな砂防ダムが完成していました。9年前のあの日、1時間に100ミリを超す観測史上1位の雨が降りました。山からの土砂で多くの人の命が一瞬で奪われます。被害が大きかった八木地区は砂防ダムが24カ所作られました。私たちは復興を支えてきた一人、畑堀秀治さんを訪ねました。深夜の仕事してたんで、1時半ぐらいにうちの家内から LINE で、父さん床下収納庫が浮き始めたんだと。2時半になると今度娘が、父さん家が壊れ始めたよって言うから、おいおい今どこにおるんだろう、だからいや外に出ようみたいな、いや外に出たらダメだ、もうとにかく家の中で安全なところに逃げてくれと。もう向こうから歩いてきたんだけど、この道は通れなかったんで、畑のその石垣の上を歩いたり、ずっと帰ってきて、この風景を見たときに、先ほど話したように唖然とした状態。流れ込んだ土砂によって家が破壊され、被害の跡は今でも残っています。これでまだ泥の跡。これもで、ずっとみんな泥がここまで来てますから、ここの家にも入ってるし、だからこれももう落ちない、これこの辺まで全然落ちない。我々がやっぱり一歩足を前に出して何かを起こしていかんと、この地域で被災者と言って、その自分で自分を納得させて前に行かない、街づくりができない、そういった状況の中で何かをしようなで、とにかくここで人が集まって話ができるとか、広島の原爆の時もいち早くできたのは近くにあった鉄板でお好み焼きを作り始めた。やっぱりそういったところへ目がついて、まあ誰でも食べれるからお好みね、そういったように人がまあ集い語らい行こうという場所をここで作ろうと思って、ここへ作り始めた、作ったのがきっかけですね。畑堀さんは自分の畑に仲間と共に復興に向けた拠点、交流館モンドラゴンを開館しました。普通考えたら地元で例えば自治会がやるとか町内会がやるとか、私は思いが同じ方向に向いとる人だけ集まって、地域のその既存団体とは一緒にやってないんですよ。初めてでやるんですから、まあとにかくやってみようね。年齢を問わず子どもたちからお年寄りの方までここに来られる、そして話をする、で話をするのに何か同じ思いを持った人が話したら、あこの人も同じ考えで悩んどってんだと思っただけで結論出んでも安心するんですよ。幅広い年代の人が交流できる場を増やすため、
花やさつまいもを植えたり、餅つきをして多くの人でにぎわっていました。八木地区の隣、緑井地区に住む高岡正文さん。災害の翌年から3年間、町内会長をしていました。2人は災害をきっかけに知り合い、同じ立場で日頃から意見を交換できる仲だといいます。今日もうまいね。ここはね、僕も最初知らなかったけど、ここも7年間やってくれて、ここが受け皿になったわけね、被災地の。コロナもあったけど、結局2万人近い人たちが来てくださって、で案内したり、まあ、お好み食べてもらったり。だから大学の人とか、よその被災地の人とか見に来られましたし、だからね、その受け皿としてすごい役に立ってるし、よかったです。交流館モンドラゴンの取り組みは学校の教科書に載っています。来年4月に改訂版が出ます。それは私が焼いてる写真がここに入ります。小学校の教科書。交流館モンドラゴンは2023年3月、7年間の活動を終えました。広島市の豪雨災害伝承館の運営を担うからです。9月1日、防災の日。広島市豪雨災害伝承館がオープンしました。新しいこの場所は、交流館モンドラゴンからおよそ400メートル離れた場所にあります。今からです。スタートですよ。八木第6公園とともに、地域の方と一体となって、災害に強い町の伝承の柱となることを心に願っております。広島市豪雨災害伝承館の開館を記念いたしまして、テープカットです。代表理事の中で年齢が一番上ということで、高岡さんが館長に就任しました。畑堀さんは理事の一人として運営を担っています。伝承館は2階建てで、1階は研修室、2階が展示エリアです。被災者の証言をまとめた動画や土石流を再現した映像が上映されます。異常な気象条件とか自然現象を災害にしない、もうこれにつきます。家が流されたり壊れたりっていうことはあるだろうけど、それは時間をかけて心のケアをしながら暮らしていけば、必ず元には戻らないにしてもかなりの部分まで復興できるよっていうこともお伝えしたい。畑堀さんたちが重視したのは、被災の状況を伝える展示だけではなく、実践的な学びを得られる場を作ることです。この日、早速専門家を招いて勉強会が開かれました。避難っていうのは、避難所、指定された避難所に行くことが避難ではありません。命を守る行為、それが避難なんです。命を守るための行為は、決して指定された避難所に行くこととイコールではありません。状況に応じて、すぐ近くの最もレッドゾーンの激しい流れが来るところに住んでるんだったら、それからちょっと移動するっていう、この行為、隣の家、あるいは隣の家ぐらいに移動させてもらうっていう、これものすごい大事な命を守る避難行動です。自分ごととして捉えることっていうのは簡単やないっていうことなんですね。ここが一番の課題であります。この日は地元の梅林小学校の6年生も伝承館を訪れ、各自が考えた防災へのアイデアを発表しました。伝承館や公園に設置したスタンプを集めるというルールで行います。この資料を見てください。そしてスタンプを設置する場所には、このような簡単な紹介文を書いておきます。さっき出したかまどベンチを例に例えると、使い方などを書いておきます。
制限時間は午前10時から11時までの1時間です。災害が起きても、あの被害が少ないように備えておく。家庭での内のその家族の備えとか、うん、が大切かな。一番地域の人とのつながりとか、うん、自分だけは大丈夫って思ってる人が多いと思うので、誰もが災害の被害に遭う可能性があるというのを知ってほしいなと思いました。建物の前に公園が広がっており、災害時には避難所としても利用されます。ベンチはかまどとして使えるように設計されています。伝承館がオープンして2ヶ月、旗堀さんたちに任された運営は順調にいっているのでしょうか。この日は地元の町内会や県外から防災士の方が訪れていました。大体20日に発生して月末ぐらいに家に帰ってでやったんですけど、まだ見つかってない方がいる。そうするとですね、長いてきたのも家ぐらいの岩でしょ。で、不明の方を探すと探せないんです、その岩の下にいると。だからその岩をずっと削っていくんです。地元の町内会から来たおよそ50人は1階の研修室で旗堀さんの話に耳を傾けました。ちょっと9年前のことも振り返りながら、じゃあ自分らはどういうところに住んどるのか、その辺の団地を買われた方は広島湾も見えるし、宇品の花火も見えた。高台だから非常に見晴らしが良かったんです。うち古い家なんで土壁なんですよ。土壁は水を含むと落ちるんです。幸運気もこれ、こういうのは一切保証は何にも出ません。とにかくその災害を受けたら家を直すのにどんだけ金がかかるかいうことばっかり気にして、ああどうしたらええどうしたらええ、もうこの家を直したらいいんじゃないかとかね、いろんなことを考えてましたけど、ほいで一番がこのプロパンボンベ、これなんかよく地震があったら元栓閉めて出ようとか言うじゃないですか。あんな暇なんかないですし、二度とこういう悲しい辛い思いはしたくない。しかしながら家が壊れるのはしょうがない。命は助かりたい。自分らが避難する時間を自分らで見極めにはいけないことなんです。それぞれのご家庭で違うわけですから、立地が、まあ、そういったところをですね、私はこの災害を通じて感じ取ったのを皆さんにお話をずっと続けております。話を聞いた参加者はどのように感じたのでしょうか。なんか9年前のことで、もう今こんなに綺麗になっていて、ちょっと忘れかけてたっていう本当のところは、あれをなんか見てそうだったなっていうのをすごい思い返して、もともそのことを忘れちゃいけんっていうのもすごくなんか思ったので、こういうところに触れるっていうのはすごく大事だなって思いました。だいぶ自分の中でも忘れてきた、薄れてきたものがまた今日見て、なんか思い出されて、でまた災害に来た時にこうせにゃいけんねやというのを考えさせられたので、いい機会だったと思います。でみんなにも会えて、なんか久しぶりに会えたんでよかったなと思ってます。開館してから旗堀さんたちの心境はどのように変化したのでしょうか。思いのほか防災に対する興味のある方が多い、まあ2ヶ月ですね。そういう方々がね、たくさん来られますね。ってことはやっぱりここ作ってよかったなっていうのが実感です。で、被災された方、よその地区で被災された方も来られて、そのご経験というかね、こんな目に遭いましたっていうのを非常にフランクにね、おしゃべりいただける。で、我々も非常に勉強になる。そうですね、やはり建物規模がやはりこっち面積しっかりありますので、その同じその展示語るという空間もしっかりあるし、交流館では狭い部屋で話をしとるんで、まだ伝わりにくいかもしれないけど、それもましてお好みを食べながらですから。だけどここは完全にそういう空間で、そういう思いの人が集まってるんで、まあ、耳に入りやすい、頭に入りやすい、胸に染み込みやすいといういろんなことが良かったんで、この施設っていうのはやはり必要なものだと私は今認識しております。伝承館の活動はまだ始まったばかり。
あの辛い思いを誰かが経験することがないよう、もしもの時犠牲者が出ないよう、未来へそして次世代へつないでいきます。心の交流を大切に、旗堀さんたちは歩み続けます。